これはサンリオキャラクターの絵なんです、ね、で何が出るかな何が出るかなタンチャラタンチャンチャ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 ンですね。これですよ、ね、この車が出てきました。パムパムプリンです、ね、でこれパムパムプリンの、ね、ミニカーです。パムパムプリンもねなかなかこれいいなというふうに思いますね。ポム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 プリン、ちょっと言い難しいですけど、ポムポムプリンもね、なかなかこう可愛らしくてね、こういうのいいですね。こういうふうに可愛らしい形でこういうふうにね、ほら、ここに何かハムスターみたいなのがいるよみたいなね、サンスターじゃないよ、ハムスターだよみたいなね、何ですかみたいな感じでね、来てるけどね、あんたは誰だみたいなね、感じになるんですけど、ね、ポムポムプリンじゃねえな、みたいなね。お前は一体何者だみたいなね、感じがありますけども。まあ、なかなかこういうね、可愛らしい感じのものもいいですね。やっぱこういうところをやっぱりトミカってちょくちょくこう出してきたりするんで、まあ、だからまあトミカっていうときにね、ちょっと前まで男の子向けっていうイメージが、まあ今でも強いんですけども、まあそういった中でこうやって女の子にも、まあ、遊んでいただけるようなミニカーというのをこう出してきているところなんかも、まあ、一つの魅力の一つではあると思うし、そういったところがまた面白いなというところがあるかなと思います。どうも。